三菱扶装、エアロミディ MEPAME17DF 日の丸自動車工業エアロミディ MEE は、かつて三菱扶装トラックバスが製造、販売していた小型ノンステップバス。エアロミディシリーズの最小モデルである。三菱自動車工業から2002年に、日本国内では、初となる全幅2メートルクラスの小型ノンステップバスとして誕生した。全長7メートル。 全幅2メートルの小型クラスの本格ノンステップバスで最小回転半径5.7メートルと小回りが効きやすい。床面地上高375ミリメートルとし、全幅2メートルクラスでは適用除外されていた交通バリアフリー法の条件をクリアした。上高口のステップ高は前扉295ミリメートル、中扉335ミリメートルで設定されており、 さらにオプションの4輪、ニーリング機能により、車高を50ミリメートル上下可能なため、高齢者などもスムーズに乗降することができる。バリアフリー設備として、折りたたみ式座席により車椅子乗車スペースを確保し、スロープ板を装備している。国土交通省のノンステップバス標準仕様にも準拠している。コミュニティバス用として開発された車両であるが、 共愛路線や換算路線など一般路線バスへの導入例、また送迎バスとしての使用例もある。CNG 車はメーカー純正ではなく、エアロミィ MJ や日の DS などと同様、フラットフィールド及び株式会社共同による改造車である。2002年4月23日より発売を開始した。エンジンはローザと同じ直列4気筒の 4M50 型を搭載。 トランスミッションは5速直結のマニュアルのみで、エンジン予行機の T ドライブを採用している。東京地区での価格は、前乗りタンク缶仕様が1291万円、中乗りタク間仕様が1340万円。2003年1月6日に、三菱自動車工業から三菱不装トラックバスが分車化したため、製造販売元が変更される。2004年に、 平成15年排出ガス規制に適合。エンジンは、KK 台と同じく 4M50 型で、主な変更点は排ガス規制への適合と、テールランプの位置変更などである。自動車排出ガス規制の関係で2007年8月をもって製造終了となった。ありがとうございます。